よっと。
よっと。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 おお、ちょうど良いところに帰ってきたの。あのさ、これ見てくれってばよ。これってさ、修行が終わったってことだよな。だからエロ仙人、早くこれ取ってくれってばよ。うん。しかしその前に、ナルト、わしの急ぎの用事を手伝ってくれんか。しねえと。まあ聞け。これは瞳悟空になったあの娘にも関わることだ。あの子にも。それってどういうことだってばよ。ナルト、お前が洞窟に入る前に会った若い女性を覚えておるかの。若い女性？これは瞳悟空という儀式です。仕方がないことなんです。風邪ひいてた姉ちゃんか。そうだ、その女性をお前に探してほしい。あの姉ちゃんを？なんで？理由は後で話す。今はとにかく急いで見つけねばならん。わかった。今はエロ仙人に協力するってばよ。それではわしは村の近辺を探る。お前は村内の捜索を頼むの。よし、まずは村の人たちに話を聞いて情報を集めてみるってばよ。
あのさ、ここら辺にお守りを下げた女の人を見なかった？いいや、見てないね。くそ、早くしないとあいつがどんどん奥に行っちまってのに。奥に行くって、儀式の開始に乱入した木の葉の忍びって君のことね。俺はこんな儀式認めるわけにはいかないんだってばよ。いい子だよ、あの子は。え？いやね、あの子は最近よく村に来てたからね。おばさん覚えてるんだよ。あれ？村に来てたっていうことは、あの子はこの村の子じゃないの？おばさんもあまり詳しく知らないんだけど、いつも村の外から来てるみたいだったわね。でも、とても明るくて朗らかで、村のみんなに気に入られていたわ。それなのに突然、自分から人見悟空の生贄として洞窟に行くって言い出してね。え？自分からそう言ったの？そうよ、おばさんびっくりしたわ。ねえ、あのさ、お守りを首から下げた姉ちゃんってば知らない？ああ、知らねえよ。って兄ちゃん、そんなに落ち込んでどうしたんだってばよ。いや、実はな、ずっと前、この村ができる前の話なんだけどよ。ここには生命樹って大木があってな。どうやらその木の葉っぱってのが万病に効く薬だったらしい。今から考えると水晶よりそれを売ってた方が断然儲かってたんじゃねえかなって思ってよ。ふん、俺たちの先祖もバカなことをしたもんだぜ。あくせく働かなくてもよかったってのによ。ずっと昔、僕らの祖先は影法師を倒すため武器を持って戦ったんだ。でも、姉ちゃん、この辺で風邪ひいてる姉ちゃん見なかった？風邪をひいてる人？ううん、見てないわ。そっか、ありがとね。期待に応えられなくてごめんね。あのさ、ちょっとついでに聞いときたいんだけどさ、この大きな切り株っては何？前から気になってたんだけど。これはね、この村ができるずっと前からあった生命樹っていう大木の残りなの。生命樹？うん、とっても大きな木で、その周りには花畑があって、すごく綺麗な姿だったらしいわ。へえ、なんか全然想像できないってばよ。そうね、木も花も村を作るときに刈り取られちゃって、今では見る影ないものね。ここにいたら影法師が襲ってくるかもしれねえってのに、姉ちゃんってばこんなとこで何してんの？影法師のことを調べてたのよ。影法師のことを調べる？姉ちゃんってば何者だってばよ。
ああ、私はこの村の歴史を調べに来たよそのものよ。歴史学者の助手をしてるの。へえ、歴史学者の助手ね。それでなんか影法師のこと分かったの？そうね、伝承ではこの村ができる前から影法師はこの洞窟にいたんだって。ふんふん。でもこの洞窟の前にあった生命樹とその周りに咲いていた花のせいで活発な動きができなかったそうよ。へえ。でもなんで影法師は活動できなかったのかな。一説によると影法師は花の香りがとても苦手だったみたいね。それ本当？そんじゃあ花を集めて影法師のとこに行けばあいつをどうにかできそうだってばよ。残念だけどそれは無理ね。え、なんで？影法師が嫌いな花はあくまで生命樹の周りに咲いていた花だけみたい。その花にしかない特殊な香りを影法師は嫌がったようね。そうなのか。君、もっとこの村の歴史を知りたかったら私の先生に会ってみるといいわよ。多分村の入り口付近にいると思うから。わかった、ちょっと話を聞いてみるってばよ。なかなかあの姉ちゃんの居場所がわからねえな。まだ話を聞いてない人に聞いてみるってばよ。兄ちゃん、ここら辺で風邪をひいた女の人を見なかった？風邪を？ああ、もしかして椿さんのことかな？椿？そうか、あの姉ちゃんってば椿って名前なのか。椿さんは前までよくここに買い物に来てたよ。ただただ、何？あの人は数ヶ月前から不治の病にかかってしまったらしくてね。不治の病って、それってもう治らないってこと？そう、多分もうあの様子だとあまり長くないと思う。そんな、あの姉ちゃんが？残念だけどね。兄ちゃん、その椿って姉ちゃんがどこに住んでるのか知ってる？いや、悪いんだけど彼女が住んでる場所は知らないんだ。そっか。ただ村長なら知ってるかもしれない。もし見つけたら話を聞いてみてごらん。分かったってばよ。サンキュー、兄ちゃん。ねえねえ、この村をいろいろ調べてる人って兄ちゃんのこと？ん？お前は？兄ちゃんの助手って人に兄ちゃんがこの村の歴史に詳しいって聞いたんだけど。ほう、俺の話を聞きたいのか。あのさ、さっき影法師は花の香りが嫌いって聞いたんだけど、その花ってばもうなくなっちまったの？ああ、どうやら水晶洞への移動に邪魔だったらしくてな。ずっと前に村の者たちが生命樹を切り倒したらしい。え？いや、俺っては木のことじゃなくて花のことを教えてほしいんだけど。一見関係ないように思えるだろう。だがそれが関係あるんだよ。どういうこと？生命樹の周りに咲いていた花は生命樹から養分を分けてもらって成長していたらしい。つまり生命樹を切り倒してしまうと養分が行き渡らなくなった花は枯れる。
花が枯れるとそれを嫌っていた影法師の活動が活発になる。それって、そうだ、結局村の奴らは水晶の持ち運びに邪魔になるため木を切り倒したが、それによってもっと厄介なものを目覚めさせてしまったんだ。皮肉なもんだよな。じいちゃん、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。うん、大体の話は耳に届いておる。あの椿のことじゃな。うん、その椿って人はどこにいんの？村の中をいくら探しても見つからねえんだけど。そりゃそうじゃ、あやつは村の民ではない。この村の中には住んでおらんのじゃ。え？それじゃあどこに住んでるんだよ？椿は村の外、迷いの森の奥に住んでおる。森の中に？なんで？椿は生命樹と共に生きた先住の一族の末裔。外から来たわしらとは共に住むことを拒んでおるのかもしれんな。わかった、迷いの森の奥だな。しかし、今から森に向かうというのならやめておけ。今は霧が出て、文字通り迷いの森と化しておる。いや、俺は立ち止まってるわけにはいかねえんだ。あの子が洞窟の中で待ってるからな。